市長選挙にハーバード関係あるのか、僕は慶応義塾大学薬学部出身の無職ですが、先日兵庫県の芦屋市長選挙で灘中高卒で東京大学とハーバード大卒の26歳が史上最年少で当選しました。しかし神奈川県の黒岩知事も同じ灘中高出身なのに炎上したので不安しかありません。野口さん、今回の芦屋市長選挙の市長どう思いますか？あ、なんか超優秀だなって思いました。まあ、基本的にはそんなには知らなかったんですけども、文春かなんかで、お兄さんじゃねえか、弟が、今回市長になった人の応援をしていて、で、弟の名前でポスターを貼ってるんですよ。高橋なんとかさん。まあ、似たような名前の兄弟なんですけど、で、高橋なんとかさんっていうのと、その市長の2枚のポスターが使えるんですよね。で、その新人なんでみんな名前知らないから、高橋という名前だけ覚えてもらった方がいいよねっていうので、弟のポスターにその顔写真と高橋って名前で、でもう一つの本人の方には顔写真がないみたいな感じで、その普通の人より2つの枠を使うっていうのを法律上ありなんですよ。なので、あ、そういう作戦取るのねっていうので、確かにやっぱ頭いい人だなと思ったので、そういう意味でそのなんとなく勉強ができるというタイプじゃなくて、ちゃんと頭を使って法律を見て、このラインだったらこの攻め方をしても法律上 OK だし、効率がいいよねっていうのをちゃんと考えてやってる人なので、なので市長としても結構優秀なんじゃないかなと思いました。芦屋の市長ですね。